皆さんこんにちは。いや、直樹マン背景どうしたって思ったでしょう。なんかね、いつもポスター置いてたじゃないですか。あのポスターの僕の顔のところに全部ピントがいっちゃうんですね。ここにピントがいかなくて、なのでやりづらーと思ってて、でポスター取っ払ってみたら、我ながら結構いい背景になったじゃんと思って、これからはねこれでねやっていきたいと思います。お、そこのあなたお気づきですね。はい、そうなんです。直樹マンの新グッズが発売されます。パチ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 。今回も直樹マンとミューズの第2弾のコラボになっています。今回のデザインは神話からイメージした神秘的でミステリアスな雰囲気になっています。今回かなり力が入ってて、この T シャツのボディは糸から制作したオリジナルで 7.5 オンスの肉厚生地になっています。スクリーンも大きめなのでストリートライクな雰囲気になっています。デザインは全部で5種類、スフィンクスの直樹マンバージョン、神からお告げを告げる天使に本質を見る目、そして天使は脳の断面図から生まれたという説から、バックプリントには脳の断面図、ロンティはオベリスクや神秘的なデザイン、そして禁断の果実を口にした人類と黄金比の中に369、最後に特別 T シャツなんですけど、なんとムーちゃんの T シャツになっています。これめちゃくちゃ可愛いでしょ。なんとね、ムーちゃんがね T シャツになってしまいました。個人的にこれ一押しですね。最近毎日本当に着まくってます。見ての通りこれ L サイズなんですけど、袖もねかなり長いところまで来るので、結構あのオーバーサイズ目でストリート風に着れるかと思います。はい、そして今回ですね、こちらのムーちゃん T シャツ、こちらは僕の利益分を全てね寄付したいと思います。はい、最初ね動物愛護団体など考えていたんですけど、なんかねいろんな人に話してみると、結構動物愛護団体怪しい組織とかもあるよって聞いて、あれそっちちょっと怖いなと思って、なのでなんかねみんなね詳しく知っていたら、こちらに寄付するのおすすめだよっていうのを教えてください。はい、ちゃんとね偽りないように寄付したことも報告するので安心してください。完全受注生産なので、受注期間は本日6月2日から6月8日までです。気になる方は概要欄チェックしてみてください。オンラインサロンの方では最低週1動画投稿やライブ配信、メンバー同士のね交流をしています。今現在はワクチンと早友さんとの対談を投稿していて、これからはねデザインやウクライナ研究所、世界の時事ネタなどを投稿していくので、気になる方はチェックしてみてください。あの完璧に最初の方青いライトつけるの忘れてた。誰が見ても分かるように今世界が荒れてきてますよね。争いへ一直線まっしぐらって感じで、人類は農耕時代が始まってから土地や収穫物を争っていたと言われていますが、なんとケンブリッジ大学の研究チームの調査によると、農耕時代のさらに前、野生動物を飼っていた狩猟時代でも集団の争いがあった痕跡を発見しているんです。約1万年前、原始の時代から今でも絶えない戦いの歴史。そんな世の中に最適な話があると思い、今日は遥か遠く離れた惑星から人類にね警告をしに来たある小さい宇宙人のお話をしていきたいと思います。ある夏、10歳の少年ペドロが海岸を散歩していると、突如空から小型飛行機ほどの大きさの飛行体が海中に墜落する現場を目撃しました。飛行機の墜落現場を目撃してしまったと思ったペドロは、そのまま飛行体の方向を眺めていると、飛行体が墜落したと思われる方向から何者かがこちらに向かって泳いできました。それはなんと子供だったんです。その子供はペドロよりも少し小さく、防水の白いスーツを着ていて、胸元には縁の中に翼が生えたハートが描かれたバッジをつけていました。何が起きたのかと尋ねてみると、飛行体が不時着したと。すると、その子供が突然ペドロにこう質問しました。宇宙人って本当にいると思う？不思議なスーツや子供が飛行機を操縦していた点など、不思議に思っていたペドロは質問してみました。君、本当に宇宙人なの？もしそうだとしたら怖いかい？驚かないでね。この宇宙は命で満ち溢れているんだよ。何百万、何千万という星に人が住んでいるんだよ。たくさんの善良な人たちが住んでいるんだよ。不思議とペドロはその子供の言うことを信じることができたんですね。なんか悪意を感じないと。ただペドロ10歳ですよ。その子供があまりにもね上から目線で話してくるので、ちょっと苛立ってきて、その子供に向かってね一発パンチを食らわしたいって思ったんですね。するとその子供はまるでペドロの考えていたことが聞こえているかのように、どうして僕の鼻そんなに不格好かなと答えたんです。そう、この子供宇宙人はペドロの考えていることが全部わかっていました。もう心が読まれてたら降参ですよね。なすべなし。ペドロは小さな宇宙人に名前を尋ねてみました。言えないよ、君たちの言葉にそれを表す音がないんだよ。ではどうやって地球人の言葉を話しているのか聞いてみると、なんとベルトにつけていた小さな機械が翻訳機でペドロの頭脳を操作し、宇宙人の言葉を理解できるようにしていたのです。自分の口から発する
する言葉を翻訳するんじゃなくて、その受け取り側のね頭脳を操作するってすごい発想ですよね。そしてそこからペドロはこの小さな宇宙人を友達という意味のアミーゴを短くしたアミと呼ぶことにしました。するとペドロは突然あの SF 映画の宇宙人が地球に侵略してくることを思い出し、宇宙人はいつ地球に侵略するのと聞いてみました。アミは面白おかしく笑い、 SF 映画に出てくるような怪物はこれを考え出した人間の頭の中にしか存在していないんだよと答えました。地球にも様々な動物が存在しているように、どうして他の世界にいないなんて言えるのと聞いてみると、変わった動物はいることはいるけど単なる動物だから高等な知能は持っていないんだよと、頭のおかしい科学者が地球を侵略というパターンも絶対にありえないらしく、ある程度の科学のレベルに達したでも優しさや善意の欠けた文明は必ずその科学を自滅する方に使い出すというんです。なぜなら文明の進歩というものはそれだけ愛に近づくということだから。愛のレベルと科学のレベルがあって、この科学のレベルがね愛のレベルをね上回ってしまうと、その文明は自滅に向かってしまうっていうんですね。なのでそもそも宇宙に進出して他のね宇宙種族と交流することはできないということなんで、その考え確かに面白いですよね。科学でね新しいものをどんどんね開発していて技術進歩するけど、 AI とか、まあ、核爆弾とかいろんなものをね進歩して開発していくけど、いい面と悪い面があるじゃないですか、どんなことにも。だからそういった意味で科学が進歩するのはいいんだけど、それと同時に愛のレベルもね進歩していかないと破滅に向かってしまうと。その科学技術はね本来ねいい方向に使えるはずですからね。もちろん怪物のような生命体も存在するけど、彼らは我々よりも下にいるんだよ。ずっと遅れた世界に住んでいて、彼らの頭じゃここまで来ることも侵略することもできないって言うんです。なんか高度な宇宙人から上とか下って言われるとなんかちょっと残念ですよね。なんか上下っていう概念ってあまり良くないじゃないですか、この位置づけが。もっとそれをね超越した存在でありたいですよね。まあね、僕たちが分かりやすいようにこのように説明したのかもしれないですけど。ペドロは安心して、では地球人は悪ではないんだねと尋ねてみると、アミはこう言いました。うん、でも君は銀河系の中で1位2位を争うおバカさんだよ。失礼なね、人類だって頑張って生きてるじゃないですかね。ほんまやんけ。ペドロは今度はねアミの飛行性について質問してみました。君の円盤は何キロで飛ぶの？我々は普通飛行ということはしない、より適切には位置すると言った方がいい。例えば銀河系を横切るのに君たちの時間の尺度だと1時間半かかる。一つの銀河系から別の銀河系までは数時間。ちなみに光の速さでも銀河系を横断するには10万光年かかります。1光年10兆5000億キロです。これがアミの技術だと1時間半でいけるそうです。この時間と移動に関してペドロは理解することができなかったので、アミは説明をやめたんですね。まあおそらくスペースタイムみたいなものですよね。まあ僕たちの概念だとこの点 A から点 B にこうやって移動するという概念じゃないですか。ただ本当はアミの世界だとこの点 A の何時何分のこの空間、点 B の何時何分のこの空間っていうのがあって、この点 B に行きたかったら点 B のね何時何分のその空間っていうコードを打ち込めば、おそらくここに行くってよりかは瞬時にね瞬間移動みたいな感じなんだと思います。ペドロはずっと海岸でアミと話しているんですけど、家にいるおばあちゃんに叱られないか心配になりました。するとアミは、なんてバカなことを言うんだい、まだ現実に起きていない先のことをあれこれ気に病むのではなく、今起きていることに当たる方が賢明なことだよ。もっと今という時を楽しむようにしなくちゃ。どうして実際起こりもしないことに頭を悩ませて現在を犠牲にしなくてはならないんだい。まあ分かってはいるんだけど、どうしても不安になるのが人類。まあそんなペドロに対してアミは、じゃあこれから君のおばあちゃんを見てみようと言い、アミは小型のテレビを取り出してきました。カメラにはペドロの家が映っていて、ドローンみたいな感じでどんどん進んでいきました。そして窓から入り込み、そこにはベッドで眠るおばあちゃんが映っていました。そのままカメラはキッチンの方に行き、ペドロの夕食を映しました。そこにはビーフシチューとサラダが。アミはこれを見て、ゲー、よく死骸が食べられるもんだ、牛の死骸さ、殺された牛の肉だと言って気持ち悪がりました。ペドロはこれを聞いて自分もなんだか気持ち悪くなるんですね。まあ現在の人類レベルは弱肉強食ですからね。話はその小型テレビに戻り、なんとこの小型テレビのような装置はアミが小学校の時に自分で作ったというんです。その装置にはカメラはついていなく、対象を捉えてピントを合わせてろ過して選択、増幅して投影しているだけだと。まあ僕にはね何のこと言ってるのか全然わかんないですけど、まあそんな人類に対してねアミが突然ね地球が危機にさらされていると警告し出すんです。
ですね、科学と愛のバランスが科学の方に異常に傾きすぎている、地球は変換点にあるというんです。突然ペドロはこれにショックを受け、そうだ、君たちが何かすればいいんだよ、例えば円盤を下ろして各国の大統領に戦争を止めるように言うとか、とアミに言います。アミは笑い、それは無理だということを説明します。もし我々が無害だということを理解したとしても、君たちのどの政府も決して武器を手放したりはしない、他の国に恐怖を抱いているからね、どの国も捨てやしないだろう。でもそれも最ものことなんだよ、中にはできる限り世界を支配してやろうと企んでいるのがいるんだから。君たち宇宙人は戦争しないの？とペドロは尋ねます。我々は戦争はしない、なぜなら神を信じているからね。ペドロは頭の中で神様を思い浮かべ、それに対してアミはそのヒゲと白衣を取り除かなくちゃと言います。人間の姿形で考えてはならないと、人間の形は基本的には全宇宙共通だけど、多少それぞれによって背の高さ、皮膚の色、耳の形などに違いがある。でも神は人間の形なんかしていないんだ、無限の存在であり、純粋な創造のエネルギー、限りなく純粋な愛だと言います。宇宙人が違和感なく人々の前に姿を現すには、少しずつ姿を現していって人々がだんだん慣れていくようにすればいいとペドロは提案します。アミはそれに似たことは申しているけど、はっきりと姿を現すことは法によって禁じられていると説明します。文明世界には全ての人が守らないといけない規定があるんだ。めっちゃ気になりますよね、こういうの、ロマンがあって。その一つは未開世界の発達進歩に干渉しないこと。未開世界とは3つの基本条件を満たしていない世界のことで、第一に宇宙の基本法を知ること、第二に世界の統一を図ること、ニューワールドオーダー、第三に宇宙の基本法に基づいた組織作りをすること。宇宙の基本法って何？めっちゃ気になる。まああったとしても誰がそれを設けているのって、まあ、それ考え出したらもう完全に夢の世界にいるやつ。まあその未開世界への干渉はアミはね破っているとペドロは指摘するんですね。まあ実際にこうやってねコンタクトして生きてるから。するとアミは公の場で姿を現して大勢の人々とコンタクトしたら、それは干渉だけどこれは救済計画の一部だというんです。地球に原爆が落とされたことをきっかけに、地球人が宇宙で唯一の知的生物ではないという証拠を残すため、頻繁に円盤で目撃されるようにしたそうなんです。確かに1950年代以降から UFO の目撃が劇的に増えました。表向きの理由としてはエリア51などで最新の兵器を開発し始めた頃で、人類が見たことのない飛行体を飛ばしていたからということになっています。そして円盤として目撃されてからは、個人個人に少しずつメッセージを送ることをしたといいます。その個人は自分の考えとして受け取る人もいれば、ある人は霊的なインスピレーションとして受け取る人もいるそうです。先ほどの3つの条件が達成し、僕たちが自滅しなかったら、最終的にアミたちは姿を現して交流できるそうです。一刻でも早く達成して交流したい。まあ、アミが言うには、他の文明の自由に対する我々の関わり方は彼ら自身の決めた運命に任せておくしかないということなんだ。進歩という問題はとてもデリケートなことからで、やたらに干渉することはできない。すごい説得力があることですよね。まあ、僕が毎回ね例として使うのは、テスト勉強をしないでカンニングしていい点数取ることに意味はなく、自分で勉強していい点数取ることと同じ感じですかね。あと親子の関係でも例えられるんですけど、親は子が伸び伸びと自由にね生きれるようにサポートすることであって、決して干渉して親の望む子に洗脳してはいけないという。なのでね、ほんと自由こそ人類が必要なものですよね。そしてアミはこの出来事全てを本にすることをペドロに言います。救済計画の一環だと。突然2人が話しているところに警官が来て、アミがいたずらでその警官2人に催眠をかけて10分間膠着状態にさせるという場面があるんですけど、この催眠は一見すごいことしているように見えて、実はね誰にでも可能なそうなんですね。むしろ今現在人類もある一種の催眠状態にあるというんです。先ほどの例でいくと、親の言われた通りの人間になろうとしてしまう親の催眠にある状態、学校でいい成績、人気者になりたいという催眠状態、もっとシンプルなもので言うと、ニュースで毎日流れる感染者数、殺人事件を見て気分がダークなまま学校職場に通勤、憂鬱になる催眠、逆に言うと恋をしている時とかはね毎日がバラ
色のようなね催眠状態にいますよね。いくらディスられても無敵なマリオのスター状態。あの他から見たら、あこいつ今頭お花畑だから何してもいいよってやつ、なんかめっちゃ扱いしやすくなるやつ。まあそれと同じでこの警官はね10分間膠着状態になるんですね。いや同じじゃないだろ。ペドロはアミの宇宙船に乗せてもらえることにはなるんですけど、なんで地球人には宇宙船が見えないのかという素朴な疑問が思い浮かぶんですね。するとアミが言うには、自転車の車輪が早く回転している時スポークは見えないだろう。あれと同じように我々はこの円盤の分子が早く動くようにするんだというんです。意外とシンプルな原理ですよね。まあ、要はこういうことっすよね。ここにアミとペドロが乗ってるみたいな。よくわかんないわ。宇宙船に乗っている時、地上にいるそこら辺のおじさんに意図的に宇宙船を見せるということをアミがするんですけど、その人物に向けて戦争メトロっていう感覚計を当てるんです。すると彼には750という数字が表示されるんです。その数字みんな何だと思いますか？なんか750って結構高そうだよね。なんとこちらの数字は彼の精神における愛の強さだというんです。なんじゃそりゃでしょ。愛の度数が数値化されてるっていうことなんですかね。おそらくその人の愛の度数が測れることができるっていうんですね。どのように測ってるのか分かんないけど、たまにあるカップル同士のね、私の方が好き、いや俺の方が好きだよっていうアホみたいなやりとりがなくなりますね。人類の平均が550度だそうなので、そのおじさんは結構高いんですね。クマが200度で魚が50度ぐらいだそうです。まあ、この話を聞いてみんなね、自分の愛の度数気になったでしょう。まあ、アミが言うにはこれ測ることができるというんですね。みんなね、目つぶってください。目つぶって1から1000の数字1つ決めてください。その数字から100を引いた数字が皆さんの愛の度数です。すいません、冗談です。アミとペドロは宇宙船で瞬間移動して東京上空に差し掛かった時、下からあるカップルが彼らの宇宙船を見て何か大きな手振りをしていました。宇宙人を崇拝している UFO 研究家の人たちだったそうです。それを見たアミは彼らが宇宙の方に違反していると言います。このカップルはなぜ宇宙の方に違反しているんでしょうか？まあリア充だからではないです。答えは偶像崇拝、なんと唯一神、全ての源のエネルギーだけが崇拝対象だと。まあこのように人類はね、たくさんの宇宙の基本法を違反しているというんですね。例えばこの地球では弱いものが強いものを食する、子供や老人も住んでいる建物をめがけて兵士が戦車からロケット弾を発射している、このような世界が一定の進歩の段階に達した時のみ、アミのような他の知的生命体の援助を受けられるようになるそうです。すると彼らの宇宙船はある惑星に到達しました。空気中は青みがかっており、大きな山や荒れた大地はなく、穏やかな丘、さまざまな植物、緩やかに流れる川、湖があり、いろんな形をしたピラミッド、またカラフルな色をしたドーム型の家も建っていたそうです。ここから見える太陽はバカでかく、なんと僕たちの太陽の400倍もあるそうなんです。ここは何の星なのか、地上に近づくと人類より少し大きい3メートルほどの人型の生命体がたくさん歩いているのが見えました。みんな楽しそうだ。だいたいグループになっておしゃべりしていたりするそうなんです。なんとこの人型の巨人たちは僕たち人類の先祖だと言うんです。ここがオフィリ星。アミは数千年前、地球には現在と同じような文明が存在していた。でもその文明は科学の水準レベルが愛の水準をはるかに上回ってしまったんだというので、それに対し自滅してしまったの？とペドロが聞くと、なんと争いが起こることを分かっていた人たちが大陸に移動し、アミたちがほんの一部の人たちを救済したというんですね。我々が連れてきたんだ、戦争の起こる少し前に愛の度数が700度かそれ以上ある良い種を有している人だけ選んで助けたんだ。当時の地球人の平均は450度だった。現在に比べても100度も少なかった。だから地球も進歩してきているわけだって言うんですね。なんか愛の度数が一定数超えていないと救済されないって、なんかちょっとそれってね、優生思想みたいな感じでどうなのって思っちゃうけど、ある一定の精神性を超えた人たちしかこの地球というマトリックスの中を抜け出せないようになっているんですかね。今後同じようなことが地球で起こったら、同じく700度以上の愛の度数の人たちのみが救済されるようになっているそうなんです。さらにみんな自分の愛の度数気になってきたでしょう。まあそんな感じでペドロも気になって、まあ、どのようにしたらね700度以上あるか分かるのって聞くんですね。するとアミはこう言います。それは簡単だよ、何の利害もなく人のために尽くしている人はみんな700度以上あるんだよ。そして宇宙の基本法に反していないこと、人類がみんなこの基本法を知って実行すれば地球は天国のようになるそうなんです。何気になるよね、その宇宙の基本法。アミなかなか
か教えてくれないんですね、もったいぶって、まあ、もうちょっとの辛抱だよとか言って、まあそんな感じで僕もちょっとねじらしますね、みんなのこと。このオフィル星には実は都市がないんです。なぜかというと、アミが言うには都市形態は一箇所にあまりにも多くの人々が集中するために生じる精神の異常によって人々にも惑星にも悪影響を与えることがある。人々には自然や空間が必要なんだと。惑星も結局は生命体でお互いに依存しているので、地球の起こすことは住んでいる人にも影響を与えるし、反対に人々のすることが地球にも影響を与えているそうなんです。なので進んだ文明ほど超テクノロジー社会とはちょっと違って自然と調和の取れた社会なのかもしれないです。なんかオフィル星の人たちがなんかみんな超ね楽しそうにしているので、それに疑問を抱いてペドロがアミにちょっと聞いてみるんですね。なんかこいつらちょっとハッピーハッピーすぎねって。生きることを楽しんでいるから、物事を問題として捉えるのではなく、乗り越えるための自分自身への挑戦として解釈しているんだよ。するとペドロはそれに反応するんです。ペドロのおじさん曰く、人間は解決する問題がないとき頭に弾丸を打ち込んじゃうって。だから人生に問題が必要だと。それに対してアミは、現代の人類は2つのうちの1つの頭脳のみが活発なんだと言います。君のおじさんが言おうとしているのは頭にとっての問題だ。言ってみれば歩く知的な機能というのに過ぎない。めちゃくそディスりますやんね。ただの歩く知的ロボットと変わらないと。昔上智大学に歩く生殖器っていうやりましたね。なら考える他に何があるのと聞くと、アミは、知覚することだよ。見えるもの、聞こえるものに喜びを感じること、手で触れること、自覚して呼吸すること、嗅ぐこと、味覚を味わうこと、たった今の現在を満喫することだよっていうんです。なら意識することが一番大切なんだねって問うと、そうではなく、一番大切なのは第一位は愛だと言うんです。愛を持って生きる方がずっと楽しく生きられるんだよと。第二に意識の気づき、そして第3が思考。学校ではそれを教えてくれたかいと問うアミ。まあおそらく地球では誰もそんな教育を受けてませんよね。地球じゃ思考こそが最高だと思っている。つまりやっと第3位の水準にいる。思考では愛を味わうことはできない。感情は思考とは異なったものだ。でも中には感情とは何かとても原始的なもので、それは思考にとって変わられるべきだという考えを持つ人もいて、戦争やテロ行為や汚職、自然破壊などを正当化する理論を作り上げてしまっている。今地球はそのとてもインテリな理論のおかげで消滅の危機にさらされているんだよ。まあ確かにね、学校のテストの点数がいい人は基本的に成績が良くて、そういった人たちが出世して世の中を回してますもんね。面白いのが、このオフィル星ではたくさんの UFO のような飛行体が飛び交っているんですけど、それが主な交通手段なんですけど、そんなにたくさん飛んでいたらぶつかるんじゃないかって心配になりますよね。なんとアミ曰く、全ての円盤はスーパーコンピューターと直結してあって、それぞれの円盤の操縦に干渉しているんだと言うんです。なのでこれらの円盤は衝突することは不可能なんだよ。スーパーコンピューターが許可してくれないからね。スーパーコンピューターって何なのって思うでしょう。アミの口からたびたびスーパーコンピューターという言葉が出てくるんですね。彼が乗っている円盤もどのタイミングで誰に見せるかなどもスーパーコンピューターが決めているらしいんです。地球でいうおそらく超優秀な AI みたいな感じですかね。 AI が様々なねパターンを予測できるから、一番最適な選択をしてくれるっていう。だから円盤もう壁に衝突しようとしてもスーパーコンピューターが許可してくれないから衝突することはできないというんです。未来の AI 的な感じですかね。これどういうことかというと、ちょっとねスピリチュアルに置き換えて説明すると、みんなカルマって知ってますかね。まあ簡単に言うと自分がしたことをされるっていうことですよね。まあそれはこの人生においてだけじゃなく、まあ輪廻転生というものがあるとしたら、まあ前世で例えば俺がなんかね悪いことをしたらその罪償いみたいなことをこの人生でしなきゃいけないっていうことですね。はい、まあカルマを解消するっていうんですけど、それは僕たちが住んでいるこの 3.5 次元の地球という現場ではカルマが発生しているんです。要は事故が起こりますよね、アクシデントが。例えば僕がカフェにいてコーヒーをこぼしてしまって隣の人の服にかかってしまったとします。すると僕はそれに対して、いや俺は何も触ってないよ、コーヒーが勝手にこぼれただけだよ、知らねえよって言って隣の人に謝らなかったとします。するとその瞬間カルマが発生するんです。今度は近い未来あるいは遠い未来に僕が逆にそのコーヒーをかけられる側の体験をすることになるんです。するとその瞬間かける側の気持ちとコーヒーをかけられた側の気持ち両方を体験することになります。コーヒーをかけられて初めてその体験することでコーヒーをかけた側の気持ちを思い出し、あ
あの時無責任なことを言ってしまったなと、謝らなかったな、あ、かけられたらこういう気持ちになるんだっていうことを体験し、あ、これからはコーヒーをかけたらちゃんと謝ろうっていうことで、初めてそこでその感情を抱き、カルマが解消されるんです。このようにしてこの地球を生きている僕たちはこのカルマをね、いろんなやり方でね、解消していくんですね、おそらく。まあこれが地球のフィールドなんです。ただオフィル星ではそういったカルマが全て解消されている状態なんです。なので彼らは事故、アクシデントに会う必要もないんです。僕たちの世界では精神性、カルマをね、解消するためにそういったいろんなことが起きるけど、ある一定のラインを超えると、カルマを完全に解消すると、おそらくオフィル星みたいなところに行って、そういったアクシデントをもう起きる必要がないんですね。精神的にもうある一定のレベルに行くと起きる必要がないから、おそらくそういったスーパーコンピューターが全てを管理して事故が起こらないと。ペドロはこのオフィル星の街を見て、地球と違って金網やフェンスみたいなので家が区切られていないから、自分の土地と他人の土地をどう分けるかを疑問に思うんですね。するとアミは、その必要はないんだ、ここでは全てのものはみんなのものだからね。グレートリセット、やっぱ逆なのが、グレートリセットでは何も所有していないのに対して、ここオフィル星では全てのものはね、みんなが所有していると。お金は存在していないよ、もし誰かが何か必要なものがあったら行って持ってくる。基本的には必要なものは有り余っているし、愛着あるものなどは別に他の人が特別それをね、欲しがったりしないから問題ないそうなんです。なるほど。資源が十分全ての人に行き渡り、有り余ると、そこではね、みんなが争ったりはしなくなるんですね。まあ仮に誰かが争いを起こしたり犯罪を犯したら、その人はね、牢獄に入れられたりね、罰金をね、払わされたりするのか、何かしらの罰があるのか、ペドロが疑問に思うんですね。なんとオフィル星ではその人自身が苦しむことになるんだよ、自分で自分を罰するんだ。どういうことって疑問に思うペドロ。例えば君はおばあちゃんの方を殴ったりする？想像してごらん。どう感じる？それはとても心が痛いよ、とても後悔するし耐えられないことだよ、それが自分で自分を罰するということだよ。なるほどね、深いですよね。このオフィル星ではみんな愛し合っている大きな家族だというんです。宇宙の全ての文明世界はみんな同じように組織されているんだよと。なんとこの宇宙の基本法はついに出ますよ、愛だと。愛ね、まあ、全ての問題のね、解決を愛説ありますよね。なんかね、至極当たり前で単純だからこそ見失いがちですよね。その障害となるのがエゴだよ。自我、自己、うぬぼれ、他人よりも自分がずっと重要だと考えるようになり、エゴは愛が育つ際の大きな障害になっているから。このオフィル星では先ほども言ったように所有という概念がないんですね。なので何か欲しくなったらそれを実際に取りに行って使って終わったら返すっていうシステムなんです。まあ、このシステムに関してペドロは疑問に思うんですね。もし何ももらえないとしたら誰も苦労して働きはしないよ。するとアミが、じゃあ愛がないんだね、エゴイズムだよ、代償が何かもらえないなら何も与えないなんて。これハッと気づかされることがありますよね。なんか人類の痛いとこ疲れた感じ。君に愛があるなら人に奉仕できることで幸福に感じるし、同時に人から奉仕を受ける権利を持つんだ。文明社会では誰も人を利用したりなんかしない。牛乳屋からは牛乳を、パン屋からはパンを、でもみんなバラバラに無秩序にやるのではなく、組合が組織されていて、配給センターに運んで君が働く代わりに機械がやってくれるんだよ。なんか今人類に欠けていることが見えてきますよね。まあもちろんね、この考え自体も押し付けなのかもしれないですけど、もし全ての人が他人に対して愛ある行動を心がけたら、見返りではなく奉仕するということを意識できたら、お金や所有というものは必要なく、本当の意味で信頼のある社会が実現されるのか。ここから見えてくることは、今ね、人類に欠けているのは信用と信頼ですよね。他人に対する信用信頼がないからお金が必要になり、何かを所有して自分のもの、他人のものと明確に分ける必要がある。もし全人類が自分と周りを信頼できるようになった日には平和が訪れそう。今人類のしていることというのは、現実には人類のために何もしようとせず、ただ他人や自分の些細な荒探しのみに専念しているんだ。悲しいことにこれも否定できないですよね。他人の荒探しをし、何かあったら叩く社会、あるいは自分の至らないところを見つけ落ち込み鬱になる。そして面白いのが、このペ
ペドロたちもアミたちも到達できそうにないやばい世界があって、それがなんと太陽の人たちなんだそうです。彼らは精神愛度数がなんと1万を超える、それはねもうほぼ純粋な愛そのものなんだそうです。ここにねある種の生命体が存在しているのはもう驚きと同時にロマン爆発。まあどんな姿形なのかは想像もできませんよね。まあおそらくエネルギー体みたいなものなんだろうけど、最後にペドロは地球に返され、多くの人々が地上から UFO を目撃している中、ペドロは耳元に確かに聞こえ、さよならペドリュート、さよならアミ、そしてUFO は消えていたそうです。まあこんな感じで10歳の少年ペドロが宇宙人アミと遭遇していろんなことをね教わるお話なんですね。めちゃくちゃ面白いでしょこれ。ロマン溢れてて世界的にもね人気な本なんですね。いやアミ帰ってきてって思うでしょ、安心してください。こちら3部作でアミあと2度帰ってくるんですね。その都度ねいろんな体験をしていろんなことを教わるんです。どうですかね皆さん、このアミのお話。まあねこれが本当なのか嘘なのか、まあこれに関しても本を読む一番最初に、まあ、こちらはねおそらくみんな信じないからおとぎ話としてお読みくださいって書かれているんですね。まあ特に大人の方はね信じないから、まあ、子供向けに書かれている感じなんです。まあどちらかというと内容としては大人向けだけど、まあこれが真実なのか嘘なのか実際のところは分かりません。ただまあこの作者はね一応その UFO を目撃したことはあるそうです。それは確かだそうです。ただこのアミとね遭遇してこの全ていろんな体験したっていうのは分からない。そこがロマンなので、まあ実際にコンタクトしてなかったとしてもそういったさっきほどみたいなそのインスピレーションとして、ね、受け取ってこういったことを本にして綴っていたとすると、まあ、それはそれで意味があるし、うん、いろんな人が監督とか漫画家さんとかが、ね、いろんなインスピレーションを受けてああいったすごい作品を作っているのと同じで、これもその部類なのかもしれない、うん、皆さんはどう思いますか。まあでもね今の人類にとってこの内容はすごいためになることですよね、うん、なのでこのタイミングで出そうと思ったんです。皆さんの意見ぜひ聞かせてください。はい、あグッズの方もチェックよろしくお願いします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。